ジョホール・ダルル・タクジム 2FC は、マレーシア、ジョホール州のサッカー協会に所属する、サッカークラブである、マレーシアプレミアリーグに所属する、JDT2FC やかつてのジョホール FA の名でも、知られている。1955年に、ジョホール FA として設立。2006から2007年のマレーシアスーパーリーグでは、スポンサーとなったパシルグダン地方局の移行により、 ジョホール・パシル・グダンと改名して参戦したものの、それ以降は、ジョホール FA に名前を戻した。2013年に、ジョホール・ダルル・タクジム FC のリザーブチームとなり、ジョホール・ダルル・タクジム 2FC に改名し、現在に至っている。また、同じジョホール州にある、ジョホール FC とは、ライバル関係にあり、ジョホール FC との対戦は、ジョホールダービーとして盛り上がる。 ホームスタジアムとして使用しているタンスリだと、ハジハッサンユーヌススタジアムとは、サッカー、日本代表が1997年に FIFA フフ、ワールドカップ初出場を決めた地として、有名なラルキンスタジアムのことである。ラルキンスタジアムは通称、2016年3月現在中、選手の国籍表記は、FIFA フフの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。